西部戦線、西部戦線、西部戦線は、アメリカ独立戦争の間に、アパラチア山脈の西側の地域、後の北西部領土とケンタッキー、テネシー、及びミズーリで行われた一連の戦闘である。この戦線では、デトロイトに駐屯していたイギリス軍と北米インディアンが同盟を組み、オハイオ川南東のアメリカ開拓者たちとの戦いが行われた。 アメリカ合衆国の独立との連動性が希薄な世界になっており、1783年のアメリカとイギリスの停戦後もインディアンと開拓者の抗争が続いた。1775年にアメリカ独立戦争が始まった時点で、アメリカ植民地とオハイオ領土の北米インディアンの間の境界は暗黙的にオハイオ側となっていた。 この境界線の根拠は1763年宣言であり、イギリスの植民者がアパラチア山脈の西に移住することを禁じたものだった。イギリス政府はフレンチ・インディアン戦争の後にフランスから新たに獲得した広大な領地でインディアンと開拓者の間に紛争が起こらないように宣言を発行した。しかしアメリカの開拓者やイギリスの土地投機家たちが この制限に異議を唱えたの、イギリス政府は、北米インディアンと二つの条約、1768年のスタンウィックストリデ条約とハードレーバー条約を結び、オハイオ川の南に開拓者が入ることを認めた。これによって、イギリス政府と開拓者の間の西部の土地政策に関する緊張関係は弱まった。オハイオ渓谷で実際に生活し、 狩猟を行っていたインディアンの大部分、小児族、民ゴ族、デラウェア族、ワイアンドット族は、1768年の条約に何の相談も受けていなかった。イギリスに自らの土地を売ったイロコイ族に奮撃した小児族は、西部インディアンの同盟を結成し、彼らの土地を失うことを防止する活動を始めた。イギリスと、 色恋族の役人は、小児族を外交的に他のインディアン部族から孤立化させるように働きかけ、1774年に起こったダンモアの戦争の時、小児族は同盟族が少ないままバージニア、植民地の民兵に敵対する羽目になった。この戦いでバージニア側が勝ち、小児族はオハイオ側を教会と認めざるを得なくなった。小人族と民後族の宗長たちはこの条件を、 不服としていたので、1775年のアメリカ独立戦争の開始から間もなく、新たな戦いを始めた。独立戦争の開戦当初、イギリスも13植民地の大陸会議も、西部の北米インディアンを戦争の局外に置こうとしていた。1775年10月、ピットトリデでアメリカ植民地とインディアンの指導者たちが会合し、 その前年のダンモアの戦争で作られた境界線を確認し合った。イギリスの支援がないままに、小児族のチーフ・ブラック・フィッシュや民ゴ族のプラッキーといった州長たちが、ケンタッキー侵攻し、入植者たちを追い払おうとした。バージニア植民地の知事パトリック・ヘンリーは、オハイオのプラッキーの集落を攻撃することで、報復措置を取ろうとしたが、バージニアの民兵が、中立のインディアンも、 敵対的なインディアンも見分けがつかないために、中立であるデラウェア族や小児遺族を敵に回してしまう事態を恐れ、遠征を思いとどまった。それにもかかわらず、デラウェア族や小児遺族は戦いに参加するかしないかのどちらかに分かれていった。デラウェア族のホワイトアイや小児遺族のコーンズトークは中立を守り、デラウェア族の抜ンが減らずや小児遺族のブルージャケットは、 アメリカ植民地に敵対することになった。ケンタッキーでは孤立した開拓者や漁師が、しばしば攻撃の目標にされ、多くは東部に戻らざるを得なくなった。1776年の春には、200名足らずの植民地人がケンタッキーに残っており、要塞化された開拓地であるブーンズボロ、ハロズバーグ、ローガン基地に入っていた。1776年12月、 プラッキーがマクレランズステーション、現在のジョージタウンへの攻撃で戦死した。1777年、イギリス軍はカナダを発して、サラトガ方面作戦を開始した。北東部の作戦のために戦略的陽動行動を取るため、デトロイトにいた役人がインディアンを徴兵し武器を与えてアメリカ開拓を襲わせ始めた。現在のケンタッキー、ウエストバージニア、 ペンシルベニアで数知れないアメリカ開拓者が襲われ、殺された。1777年11月、中立の主相者だった、小児族のコーンズトークが、奮撃したアメリカ民兵に殺された後は、緊張関係が強く膨れ上がった。暴力が行使されているにもかかわらず、多くのオハイオインディアンはまだ戦争とは別の世界に、あろうとした。しかし、彼らが、デトロイトのイギリス軍と、 オハイオ川沿いのアメリカ植民地との間に住んでいる以上、それは難しい問題だった。独立戦争の初期、バージニア植民地は西側境界をオハイオ川沿いの三つの砦、で、ピット砦、で、ヘンリー砦、で、ランドルフ砦でに守備隊を置いて守ろうとしていた。しかし防衛線が長く実行が上がらなかった。北米インディアンが襲ってくる時は砦の間を抜けてくるだけだった。 1778年にアメリカ人は西側境界を確保するために攻撃的作戦が必要であると断した。オハヨへの最初のアメリカ植民地軍の遠征は大失敗だった。1778年2月、冬季にもかかわらずエドワード・ハンド将軍がペンシルベニア民兵500名を引き連れクヤホガ川沿いの民ゴ族集落を救した。そこでは、 イギリス軍が軍需物資を保管し、インディアン襲撃隊に配給していた。しかし悪天候に阻まれて、目的地まで達しなかった。キロにハンドの部隊のもの数人が平和的インディアンである、デラウェア族の集落を襲って、男性一人と数人の婦女子を殺害した。この中には、デラウェア族の集長キャプテンパイプの縁石が含まれていた。非戦闘員のみが殺されたために、 この遠征隊は、軽蔑的に、めめしい攻撃隊と言われた。無法な民兵の行動に加え、ピッツバーグ近辺の応答派市民が、ハンド問題の輪を大きくした。1778年3月、イギリス軍との結びつきが強かった3人の男と、北米インディアンたちがピッツバーグを離れて、イギリス軍と同盟インディアンの側に寝返った。3人とは、 めめしい攻撃隊を誘導した通訳サイモンガーティー、その地域の貿易商人、マシュエリオット、イギリスインディアン部局のアレクサンダー・マッキーだった。三人共に戦争中イギリス軍の価値ある工作員となった。多くの批判を浴び、また寝返りを許したことを大陸会議に調査問責され、ハンドは1778年5月に辞任した。177 17年の戦火拡大に続いて、 西部辺境のアメリカ植民地人は大陸会議に保護を願い出た。大陸会議の委員会は調査の後に1778年、初め大陸軍のニコ連隊を西部に駐屯させることを推奨した。また、アメリカ開拓地にインディアンが侵略してくることに対して、鳥の防御線が効果を発揮していないため、委員会はオハイオ側のインディアン距離内側に鳥を築くように、 要求した。最初の心臓取りは、大陸軍がデトロイトに対する遠征を行うことができるようになることも期待されていた。オハイオ地方に取りを築くために、アメリカ植民地人は、デラウェア族インディアンの承認を求めた。1778年9月、アメリカ植民地人は、デラウェア族と交渉し、ピット取りの協定を結んだ。これで助からわす川沿いに、 ローレンストリデを築くことが可能になった。しかしこの計画は不守備に終わった。さきの協定の交渉相手であったデラウェア族の州長ホワイトアイズが1778年にアメリカの民兵に殺害されたということだった。ホワイトアイズのライバルだったキャプテンパイプが突然アメリカ植民地人との同盟を捨て西のサンダスキー側に移動し、そこで デトロイトのイギリス軍からの支援を受け始めた。この時点で、東のペンシルベニアやニューヨーク植民地北部での戦闘が加熱し、大陸会議はデトロイトに対する作戦に人を避けなくなってきた。ローレンストリーでは1779年に放棄された。1778年、遅く、若きバージニア民兵士官ジョージ・ロジャース・クラークが、 イギリス軍の防御が手薄なイリノイ地方を攻略する作戦を開始した。1778年7月4日、志願兵の一戸中隊を指揮したクラークは、イリノイ地方の主要駐屯地カスカスキアを占拠した。さらに、ヴィンセンズ基地を降伏させたが、ヴィンセンズはデトロイトのイギリス軍指揮官ヘンリー・ハミルトン将軍に取り返された。1779年2月、 クラークは陶器にもかかわらず再びビンセンズを吸収し、今度はハミルトンを捕虜にした。アメリカの辺境に住む人たちには、ハミルトンは神解消軍として知られていた。というのもハミルトンがインディアンにアメリカの市民を殺して頭皮を剥ぐように指示していると信じられていたからである。このためにトーマス・ジェファーソン知事はバージニアのウィリアムズバーグにハミルトンを連行し、 戦争犯罪人として裁判にかけた。しかし、イギリス軍がアメリカ人捕虜に報復措置を取ると脅かしたので、1781年にジェファーソンが折れて、ハミルトンと捕虜の交換に応じた。次の数年間、両陣営ともに入植地を攻撃目標にした戦いを繰り返した。1780年、何百人ものケンタッキー入植者が、 イギリス・インディアン連合によるケンタッキー遠征で殺され捕虜にされた。1780年8月、ジョージ・ロジャース・クラーク率いる遠征隊がマッド川沿いの2つの小人族集落を破壊したが、戦況を変えるまでには至らなかった。5月下旬、スペインが領有していたセントルイスが大半はインディアンで構成されるイギリス軍に攻撃されたが、 スペイン人とフランス人クレウォールからなる混成部隊でうまく防ぐことができたセントルイスの戦い。セントルイスの現在の中心街にある石造りの塔、サンカルロストリデがこの宝魚の中心だった。イリノイではフランス人士官オーガスタンドラワルメがデトロイトトリデ攻略のためにフランス人住人による民兵隊を招集した。この部隊は11月にマイアミ族州長。 リトルタートルの部隊に打ち破られた。これと同じ時にほとんど打ち捨てられていたセントジョセフトリデがカホキアから来たアメリカ人に襲撃された。しかしこのアメリカ人隊はそのキロのプティトリデ近くでイギリス王党派とインディアンたちに襲われた。セントルイスにいたスペイン総督フランシスコ・クルサートはセントジョセフトリデを抑えるために約140名のスペイン兵と アメリカインディアンの物体を派遣し、1781年2月12日に占領して略奪した。1780年遅く、クラークは東部に旅して、バージニア知事、トーマス・ジェファーソンと1781年の遠征について相談した。ジェファーソンはクラークが2000名の兵士を率いて、デトロイトを攻撃する案を授けた。しかし、 十分な志願兵を募ることが大変だった。この戦争当時、ほとんどの民兵は、自分の故郷の近くに泊まる方を好み、遠方への作戦行動には興味を示さなかった。さらにダニエル・ブロードヘッド大佐が、そのすぐ前に、アメリカ植民地軍に反旗を翻した、デラウェア族に対する遠征を行うためという理由で、彼の配下の兵士を分けることを拒んだ。 ブロードヘッド大佐は1781年4月、オハイオ地方に進軍しデラウェア族の中心地コショクトンを破壊したが、このことでデラウェア族は確実に敵に回り、クラークのデトロイト方面作戦に必要な兵士も物資も確保できなくなった。デラウェア族の大半はサンダスキー側の高専的な町に逃げた。1781年8月に、 クラークがやっとピットトリデを立った時、彼の敗下は400名に過ぎなかった。8月24日、彼の文献隊100名が、オハイオ川の近くで、西部も、ホーク族の一時的指導者、ジョセフ・ブラントリツル、インディアンの待ち伏せを受けた、ラフリーの敗北。この時のブラントの勝利で、クラークのデトロイト攻撃の試みは挫折した。サンダスキー川沿いにある的集落と、 アメリカ植民地軍のピットトリデの間には、いくつかのキリスト教デラウェア族の村があった。これらの村はモラビア派宣教師、デイビッド・ザイスバーガーとジョン・ヘッケウェルダーによって収められていた。宣教師たちは、非戦闘員ではあったが、アメリカ植民地側の考え方に、好意的であり、敵対するイギリス軍やインディアンの行動に関する、情報を、ピットトリデの指導部に教えていた。これに対し、 1781年9月、サンダスキーのアイアンドット族やデラウェア族が、キリスト教デラウェア族と宣教師たちを、強制的に、サンダスキー側の新しい村、捕虜収容所に移住させた。1782年3月、デイビッド・ウィリアムソン中佐指揮下の160名の、ペンシルベニア民兵が、オハイオ地方に入り、ペンシルベニア開拓者たちを襲い続けているインディアンの、 戦士を見つけようとした。インディアンによる白人女性やその赤ん坊の陰惨な殺戮に怒りを覚えていたウィリアムゾンの部隊はグナデンヒュッテンの村で約100人のキリスト教デラウェア族を拘束した。キリスト教デラウェア族は捕虜収容所からグナデンヒュッテンに戻り残していた穀物の収穫を行おうとしていた。ペンシルベニア民兵はキリスト教デラウェア族が 開拓者たちを襲い続けているイディアンを助けていたとして、ほとんど女子ばかり100名をハンマーで頭を割って殺してしまった。次に、引退していたウィリアム・クローフォード大佐が大部分、ペンシルベニア出身の志願民兵480名を引き連れ、インディアンを吸収することを目的に北米インディアンの領地深く侵入した。しかし、インディアンとデトロイトのイギリスの同盟軍は、 前もって、この遠征のことを知っており、アメリカ植民地軍に対抗するために約440名をサンダスキー側に派遣した。戦闘が1日間だけ行われ決着はつかなかったが、アメリカ植民地軍は包囲されていることを悟り、退却を試みた。その退却は、海層に変わったが、多くの者が何とかして、ペンシルベニアに戻った。 結局70名のアメリカ植民地軍が殺され、イギリス軍もインディアンも被害は最小だった、クローフォード遠征。この退却の最中に、クローフォードと多くの彼の配下の者が、捕虜になった。インディアンは、その年の前半にあったグナデンヒュテンの虐殺で、約100名の非戦闘員が、ペンシルベニア民兵に殺されたとに対する報復として、これら捕虜の多くを処刑した。 クローフォードの処刑は特に残酷だった。彼は少なくとも2時間拷問された後に火炙りにされた。クローフォード遠征隊の失敗はアメリカ開拓者の間に警鐘を鳴らした。彼らはインディアンがその勝利によって大胆となり新たな攻撃をするのではないかと恐れた。アメリカ人にとってこれ以上の敗北はその後もなかったのだがアパラチア山脈異性の開拓者たちにとって 1782年は流血の年と呼ばれることになった。1782年7月13日、ミンゴ族の州長、クヤスタが約100名のインディアンとイギリス人の志願兵を引き連れてペンシルベニアに侵入し、ハンナズタウンを破壊し、開拓者9名を殺害12名を捕虜にした。これは西部ペンシルベニアで独立戦争中に起こったインディアンによる最大の 三時だった。ケンタッキーでは、イギリス側のコールドウェル、エリオット、マッキーが、インディアンたちと大きな攻勢をかける準備をしていたのに対し、アメリカ植民地側も防御を固めた。1782年3月、エスティルトリデが、ワイアンドット族インディアンに攻撃された。この地域の指揮官で、ローガン基地に駐屯していたベンジャミン・ローガン大佐は、 ワイアンドット族戦士たちがこの地域では喧嘩腰であることを知った。デトロイトのイギリス軍に援助されていたインディアンたちは、ケンタッキー川沿いにエスティルの基地を過ぎたブーンズボロカ、襲撃していた。ローガンは、エスティル基地にいるエスティル隊尉のもとに15名の兵士を派遣し、その部隊をさらに25名増強して、その北と東を偵察しろという命令を持たせた。エステル大尉は、 この命令に従い、ステーションキャンプクリークの川口から数マイル下流で、ケンタッキー川に到着し、その夜は、スーイートリック、現在のエスティルスプリングスと呼ばれるところに宿営した。彼らが、エスティル基地を出発した1日後の3月20日夜明けに一体のインディアンが現れ、鳥を襲撃して鳥から見えるところで、アイネス城の頭を這いで殺し、エスティル隊員の奴隷である文句を捕まえ、 牛をすべて殺した。インディアンたちが退却するや、イナや、サミュエル・サウスとピーター・ハケットという二人の若者が、エスティル隊においてこの出来事を知らせるよう派遣された。彼らは三月二十一日早朝に、ドローイング・クリークとレッド側の川口近くで舞台を見つけた。砦の四十名の兵士の中で、約二十名は砦に家族を残していた。彼らは二人の若者と共に、 エスティル基地に戻った。残りの兵士たちは、ケンタッキー川を渡り、インディアンの足跡を見つけた。エスティル隊員は十五名の中隊を編成し、インディアンの後をつけたが、三月二十二日、後にリトルマウンテンの戦いと呼ばれるもので、敗北を喫した。七月、千名以上のインディアンがワパトミカに集結したが、クラークがケンタッキーからオハヨを侵略する準備を、 しているとの石膏の知らせに接し、遠征は中止された。この知らせは後に嘘だと分かったが、コールドウェルはやりくりした300名のインディアンを引き連れてケンタッキーに侵入し、8月のブルーリックスの戦いで壊滅的な打撃を得た。アメリカ合衆国とイギリスが停戦協議を進めていたので、コールドウェルはそれ以上の攻撃を行うことを止めさせられた。同様に、 大陸軍のアービン将軍がオハイオへの遠征の許可を得ていが、これもキャンセルされた。11月にクラークがオハイオに最後の攻撃を行い、いくつかの小人族の集落を破壊したが、住人に大きな被害は出なかった。歴史家デイビッド・カーティス・キャッグスの表現では、北西部での戦争は手詰まりで終わった。最後の年1782年の冬は、 両軍とも敵の開拓地を破壊できたが、領地として保持することはできなかった。小人族にとって、この戦争は損失だった。アメリカ側は、ケンタッキーを守ることに成功し、そこの開拓地を増やしたので、インディアンの主要な狩り場が失われた。インディアンたちは、オハイオ川地域から押し出されており、アメリカ側が、インディアンの襲撃を恐れて占領できなかった。 放棄された土地であるエリーコ・ボンチ入っていた。決まりかけていた停戦条約の知らせが1782年遅くに届いた。最終的な条約では、この条約が締結された時に、アメリカ兵は一人としてオハイオ側の北にいなかった。という事実にもかかわらず、オハイオ領土がイギリスからアメリカ合衆国に割上された。イギリスは、この件について、インディアンに、 何の相談もしなかったし、インディアンたちは条約の中身を知らされなかった。インディアンたちはすぐに北西インディアン戦争を開始した。しかし今度はイギリスの明白な介入なしであった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。